昨日から5番に起用されているこのバッターボックスの田中将也。これはいい当たりだ。すくい上げていって、これはレフト追っていく、レフト追っていって、しかしこちらを見るか、超えていった、超えていった、入った入った、ホームラン。なんとなんと1回の裏、東洋大学5番サード3年生田中将也、清水の変化球を捉えてスリーランホームランになりました。なんとなんと1回の裏、東洋大学3点を先制。ピッチャー清水の低めの変化球、見事にすくい上げました。